こんにちは、箱庭兄弟のタダノリと申します。はい、どうもゆうかです。なんだその顔は、どうした。それではアベンジャーズ遊んでいきたいと思います。やばい、目細い系のキャラ俺信用できないから。あ、帰りました。アベンジャーズのメンバー減ったね。え、なんで。いや、あのね、人数、いや、ほら、兄ちゃんのあれリプレイやったじゃん、リアセンブルのやつ。うん、あれリプレイやったから、あの、あ、そうか。そう、集まってないやつ、それ分減った。え、あの左奥にいる人はあれ違うの、仲間の誰かじゃないの。あれは崩壊だ。あ、あっちの左の、うん、あれはね、仲間じゃないね。え、そうなの。手前の右下にいるあれはあのチリチリしてるやつ、うん、あれもあのエイムの。あ、そうなの、うん、なんか針治療受けてるけど、ね、右上も違うよ。右、あれも針治療されてる。針治療されてるけどね。違う、崩壊が戻ってきたが、アベンジャーズは持ち、うん、待ち構える、確かな未来に立ち向かわねばならない。クリントは、うん、超人的な力を持たないアベンジャーとして自らの未来とも立ち向かわなければいけない。クリントは仲間と共にエイムの最新兵器の無力化に向かう。丸。はい、よく読みました。じゃあ次のところをね、カマラさんに。固まってないで。みんな。あ、前回までのあらすじやってくれよ、兄ちゃん。アベンジャーズ、話をしたいって人がいるの。こいつが重要人物か。うん、知ってる。ケイト・ビショップ、かくってるね。元ホークアイ、前に会ったよね。元ホークアイ、あったな。ここ、兄ちゃん、ここのシーン俺たち何回も繰り返したね。複雑でね。あったよ、クリントは。それも複雑なんだ。バートン捜査官は数年前エイムに捕まった。それ以降ほとんど情報がない。エーデーの後キューリー長官に何があったのかを調べてたんだ。だから言えなかったんだ、ムザムザと捕まって。だから前髪を揃えた。これ、ああ、そう、ゲストが協力してくれる。原作もだって前髪あなたにかかってるのよ。ちょっとアローだもんね、約束だから。あ、ね、そうだよね、仕事はする。クリント幽霊にボコボコにされて、あ、そこを破壊する。それ知らない、俺じゃ。早く、あれ一体何、死んだっての知ってる。いわば時間をまたぐ橋だ。概念の研究はこの私自身もやってきたが、実際に作ろうとするバカはいなかった。つまりあれがタキオンの混乱の原因。アロー、かわいそう。モニカがそれを起こしているらしい。だいたいね、フラッシュ奴らを止めなければ、ストームはいずれ現実を引き裂くだろう。フラッシュがあの人間のレベルを引き上げてしまう。クリントを向こうから連れ戻して、二人のモニカを引き離す。それでいいんでしょ。そんなのうまくいくわけがあるかもしれない。ねえ。あ、これどうあったんだよ。あ、確かにいた。全部でしょ。あ、ね、兄ちゃん、あのね、ツイッターに上がってたんだけど、あいつさ、めっちゃ時間かかったじゃん。あの、ものの1分ぐらいで倒してる動画。マジで。マジで。ちゃんとレベル上げれば。いや、レベル上げて、あとはみんなで協力して。あ、ダメージがおかしいこと。協力ってことは、あの、この星はクリージンと呼ばれる戦闘種族に攻め込まれる。魂を持たない人形たちに世界が滅亡する。時間かかるんだ。で、モニカ、未来のモニカはこの世界を守ろうとしてる。声が変だ。声が変だな。そうだな、まずはブレてる。あ、ブレてる。あ、タキオ、クソ、クリント、クリント、ブレス、使用だった。急げ、あの、バグじゃなくて使用か。声もブレて、しっかり、あ、しっかりして。あ、だからさ、あの、あ、アベンジャーズ、ホークアイ、フューチャー、インプレ、アイ、だからさ、うん、あの、なんだっけ、腹話術あるじゃん。うん、タキオンストームは排除できたと思ったんだが、おまるで僕たちを追いかけてるみたいだ。クリントのハームプログラムをオンラインにした。やることができるだろう。アクセスしたければ今できるぞ。ハームができる。うん、ハームチャレンジできる。じゃあちょっと行ってみよう。あれ、あ、名越、あ、しゃべれるな。アベンジャーズが再結成したのはいいことだ。うん。自分で思ってた以上に、背中越しにやる。みんなが必要だったんだ。ああ、わかる。で、なんで言ってたの。まあ、アベンジャーズが結成した、ね、再結成したのはいいことだねって。おい、その電気椅子気持ちいいか。今あのグブーってなってる。特に肩甲骨重点的にやってるから。あ、ケイトビショップになってる。そう。あ、そうだ、ホークアイいなくなったんだ。そう。あー、かわいそう。あ、
だね、練習してんのもね、すごいよね。でもさ、これ的当ててんじゃん、うん、ダスとかだとさ、なんか違うところが点高かったりするからさ、あー確かに見れない。あ、でもちゃんと2つあるね。ちゃんと流してる、三角折りしてない。あ、うわブレてる、ブレてる。ちょっと待って、ブレ方がちょっとやばい。やばい、もうちょびして。あ、止まった。安定した、安定したよ兄ちゃん。あ、兄ちゃん息飲んじゃった兄ちゃん。本調子じゃない。570。え、死んでない、大丈夫、髪生えてる、髪は、あ、本当だ、あ、髪生えてる。あのバイオのセブンの主人公 E さんになってる。あ、やっぱそうなんだ、やっぱ髪がそがれてたんだよね。あの前髪どうしたのはやっぱそこに生きてくんだ。でもあのゲートがさ、うん、あ、ゲート取るときに、うん、毛という毛髪が焼けるんじゃない。全部チンチリするチンチリする。服だけちゃんと残るけど髪は全部消えるんだ。そう、ポカポカツルツル。やばいな。え、これは何、何、あ、自分の未来なんじゃない。あー、そういうこと。ありうべからざる、今を見てね、見てね。うん、長い、なんだろうね。あ、兄ちゃんそれできる、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 スキップはできる。スキップはしちゃいけん。なんだろう、まあそこに向かってるってことなのかな。あなたは目を閉じて、あなたは今、あ、でもなんか安定したよ。荒野に向かって歩いていきます。それなんだっけ。え、それなんだっけ。そのトンネルを越えた先には、うん、何が広がっているでしょうか。いや、なんか心理テストとかさ、カウンセラーかなんかやりそうじゃない。あー、ありそう、ありそう。え、やってみる、それ。集中して、もう一度。出てきた、あれカウンセリングだな。行き止まりだな、なクリント。あ、なんてこった。違う、オールドマン。これもコスチュームであるならぜひともこれが使いたいね。え、これバートン？未来のってことでしょ。あ、未来のか。あ、これ使える、このコスチュームでいこうぜ。一気に、一気にアベンジャーズの平均年齢高くなるけど。え、大丈夫だよ。大丈夫？大丈夫。あ、そっか。あ、確かに。この惨状にはまだ慣れんな。この惨状、最近なのかな。ああ、ノイが生きていれば、キャプテンマーベル、キャプテンマーベル出たら絶対やりたいよね。やりたい。どっちやる？え、二人でやる。あ、二人でやるか、うん。いや、なんか出そうじゃない？だって最初からだってキャプテンマーベルのさ衣装着てるじゃん。スパイダーマン出るらしい。はぐれたエイムボットだ。まるで鉄でできたゾンビじゃないか。古いプロトコルを実行したら。あ、よし。アローの力見せつけてやろう。うん、違う。俺はかつての俺じゃない。それはお前も同じだ。かかってこい。いや、でも金持ちではないから。金持ちではない。傭兵だから。怖い。じゃあ切った方が早い。切った方が早い。ケイトビショ。何これ。うお。え、何それ何それ。今のも強いけど。か、あ、なんかまだ飛んでる、飛んでる、まだ飛んでる。あ、すげえ。え、ええ、やかの矢になってる。あれじゃん。ね、うわ、痛い。あ、なんでそんなこと。え、すげえ。ね、なんでこんなこの谷は口笛してないのにめっちゃ飛んでる。え、え、レベル4になってる。あ、スキルポイント。まだあの信号をキャッチしてる。こっちだな。スキルポイント。めっちゃ飛んでる。まだ飛んでる、これ。これが強いんじゃない？これ強いね。これが強者の悩みってやつか。なんか日本語下手になったんじゃん。ってやつかーに。あ、これ指だ。あ、指じゃん。仲間と一緒に死ねてよかったな。え、醜いやつめ。あれ、これあれじゃね。おいおい、うん、やめてくれよ。なんかあれっぽくない。あー、最後あいつが乗ってたやつ。そう。いや、あのね、あれももともとクリーの体を元々作ったみたいな感じのことに。ああ、勝手に死んでてる、勝手に死んでる。おお、強え。おお、おお、いや、よくわかんないけど、なんかすごい。よくわかんないけど、なんかすごいことになってる。え、すげえ。
ちょっと待って待って、あいつなんかクリスマスツリーみたいになってるって。あやばいやばいやばい、やばい、怒られた怒られた。クリスマスには早いんだよって。あーやばい、バトン。あよく受けた、よく受けた、よく。クリスマスツリーにしちゃうよ。やばい、早い早い。よし、早い。あやばい、じゃ向こうに。ちゃん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 、あーやばいやばい、岩っせえ、岩っせえ、ここは岩っせえ。あ兄ちゃん最強の位置見つけたじゃん。あ倒したやった。あしかもまだ、あまだだ、まだ残ってた。あで結局兄ちゃんすごいわな。あの前にだ、よかったね。あれいやー、カズ楽勝だったね。おじいちゃん元気。オールドマンズジャーニー脈。こいつ本当にロボットなのね。あ、直しだった。いや、けど、ちょっと待って、開けて。うおー、おじいちゃんにはきついよ。いや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 、人思いにやらせてあげて、人思い、人思いに、わあ、いやだ。お驚いたな。あれ珍しくだね。あ、どの扉も破壊すれば開く。あ、誰にも聞かれなくてよかった。一人の時間が長すぎたよ。信号が強くなってる。ロイ、どこだ。何もなかった。何なんだろうね、それね。あ、でも昼間瀬攻撃だとかあるぶ。ここにいたのか。昼間瀬効果とかあるよ。あ、ちょっと待て。あれだ。あるね。え、これヘリキャリアの残骸じゃね。違うかな。こんにちは。なんかヘリキャリアの残骸。こんにちは。おい、今度はちゃんと起きててくれよ。うん、いいか。もちろんです。メッセージがあります。アベンジャーズのクリント。生き残っているアベンジャーズに次ぐ。これから起こる戦いに我々が敗北し、全てが失われたなら、これを思い出してくれ。未来を救う鍵は過去にある。奇妙だ。それにこれだけか。秘密のメッセージとかないのか。まだあります。洞窟に入って見てもらいたいものがあると。あると、あると、あると。ダメだ、起きろ。やっぱダメだった。もうガラクタには話しかけんぞ。いい。何があるにせよ。なんかいるな。あ、ロイだ。ロイか。あ、ここあれじゃん。ピムが作ったものか。そうです。あれはタイムブリッジだ。そうです。完全には動きませんが、信号を送ることはできます。やめたげ。電力の復旧を。あそこです。未来を救う鍵は過去にあるか。うん。小賢しい。おお、やばい。早く行きすぎ。あ、そこだ。爆発して。よし。オッケー。行くぞ。だな。今直してやる。あ、あれ打ち抜くんじゃない？なんで打ち抜くと直る？あ、だんだんこれ難しくなる。いった。お、いいんじゃない。いや、いたない、いたない。これでいいだろう。あ、これでいいんだね。おお、できたできた。なんでこれで電気復帰するんだろう。あれ、昔のテレビで。あ、そういうことね。ちょっと斜め40。まあな。だが受け取らなければないのと同じだ。ここは遅れるけど自分自身いけない。うん、それで過去のこういうことなの。あ、てかこれロード画面か。え、でこれでさ、うん、
過去の自分もさ、じいさんと同じ口調になっちゃったら大変だよね。未来で見てきた未来の映像をお前らに教えてやろう。俺はバートンだ。バートンだ、登録者100万人になる方法を教えてやろう。あ、いいじゃん。80年頑張れ。やばいやばいだよ。機械の。そうだね。あ、起きるんだ。あ、だからあのさっき倒れたのって過去から受信されるのを受信してたんだよ。あれ送信されたの受信してた。体中痛いぞ。心配したわよ。ブダペスト思い出したよね。君のその言葉で元は取れた。どれくらい寝てた？相当長く、うん、ブルースが容態を見ててくれたのよ。ああ、オタクだがいいやつだ。妙な夢を見た。ため息、うん、クリント、ケイティ、よいって、今のは一緒に怒られるぞ。もうなんで私がいない時に目を覚ますの。ああ、すまない。まったくもう何か欲しいものは。ああ、そのズボンを頼む。野暮用があるんだ。野暮用。え、何？あ、これも衣装なの？あ、衣装だ。あー、やった。これでできるようになったね。やった。髪減った。